さあ、それではカーディフ城を後にしてこの目の前の通りを進んでいきますが、このでかい国旗がかっこいいですね。めちゃくちゃでかいけどずーっとつながってる。ここはカフェとかパン屋さんとかレストランちらほらあるみたいですね。で、スニーカーがねちょっと買いたいんですけど、今日ちょっと時間ないし荷物になるし、ちょっと今日諦めようかな。また明日以降買いたいと思います。ちょっと今日は我慢します。ここにもアーケードあるわ。キャッスルアーケード、おー面白そうだけどな。アーケード全部入ってたらほんとキリがないな。あっちもそうだ、ハイストリートアーケード。とりあえずここやっぱ入ってみますわ。キャッスルクォーターアーケードっていうとこ行きたいんですけど、この辺なんですよ。この中にあるっぽいんで、ひょっとしたらここ抜けていけるかもしれないんで入ってみますわ。なんかおしゃれなお店があるけど、うわびっくりした、びっくりするわ。うわーなんかおしゃれだな、いちいち。うわーすげーかわいい、買い物とかしたくなりますね。カフェがある。うわーなんかここおしゃれだな。なんかこのアーケードは、ここはチャイニーズ、多分僕が来たかったのはここですね。まさにすごいいいわここ。あでもこっちに来るとちょっと寂しいな。なんか味気なくなってきた。さっきのあたりが可愛かったけど、こんなもんなんだ。わ本屋さん、本屋さんですね。あとはバーバー、やっぱりあとはレストラン系なんとかな。で出口で突き当たりがもうさっきのカーディフ城なんで、これで終わりってことですね。でもう一つあるんだよな、なんだっけな、出てきちゃった城の前に。じゃあ今のが、カーディフキャッスルクォーターアーケードでした。で今からその隣がカーディフセントラルマーケットっていうのが隣にあるので、そこもちょっと行ってみたいと思います。結構お土産屋さんがねあるんですよね。ここはさっき見たハイストリートアーケードの入り口ですけど、このコーナーコーヒーっていうのはかわいいな。なんかちっちゃいカフェだけど、ああいうのねダブリンにもあるといいんですけどね。あるっちゃあるんですけどね。これでもせっかくなんで通ってきますわ。やっぱこれね、今ここで僕はここに行こうとしてるんですけど、カーディフセントラルマーケット、どっちにしろこう近いんで、でその先に教会もあるみたいなんで、ちょっと抜けてみます。ここ風が強いけど雨が止んだから、これなんだ、リキュール、お酒ですね。お、これはなんかルーマニアのパサージュ似てるな。なんかちょっとさっきと違う雰囲気が。やっぱでもこういうお店はおしゃれなんだよな。ティーハウス、おしゃれだな。こんなとこでお茶ですよ、お茶。ちょっと作りはなんか古めかしいっていうか、入ってる店の雰囲気もやっぱちょっと違いますね、さっきとは。ちょっと寂しいな、閑散としてる。もしかしたらこうキャッスルクォーターって書いてあるから、さっきのアーケードとつながってんのかもしれないですね。道一本だったんで。で抜けたところはまた通りがあって、あここも結構大きいんだな。
で、この辺に教会があるはずなんだけど、これですね、これだわ。教会はでもこれは別にいいかな。セイントジョンなんとかっていう教会。そしたらここ抜けて今度こそカーディフセントラルマーケット行ってみよう。どっちから行こうかな。あっちから行こうかな。コーニッシュベイクハウス、なんかやっぱお店の感じがちょっと面白いんだよな。教会前です。ここはこっちから行けるかな。